C 先輩です。ノクタン。ジーコだよ、ノクタン。前回の続きです。ちょうどドッペルゲンガーを倒したところよね。はい。そして前回は移動を急いでいたので、ブルーアルランを目をスルーしてました。華麗にね。なので今回はちゃんと倒して、進みたいと思います。いいじゃない。はあ、ナイスタイミング。近づくことすらできない。その丘を体験したい。やばくない？お、逃げてる。どこを見てるのよ。私の血をすっと真っ赤になってます。噛みたいね。全然違いますよ。こちらはもっと美しい。よし、前は綺麗な青なのね。今、数前から赤になりましたね。無敵中にも吸ってたんでしょ。そういう反省になってるのか。さすがに死にそうな時は使います。あ、霧になってると回復玉が解除すると吸収します。炎に弱いので効果抜群ですね。近づきさえすれば倒すのは比較的楽。それでも結構厳しいですけどね。やはり無敵のアルヘルファイア系は強いです。あ、スルーした。もういいかなって。さあ、新たなエリアに行きましょう。表の名前とは違って至って普通な洞窟です。洞窟って名前なの？そうみたいですよ。ちょっと命名の時楽したのでしょうか。ちょっとね、そうなのかも。ケイボンたちはもはや敵ではありません。もう倒してるし基本スルーで。ふう、一安心。さあ、このままデスを倒しに行きましょう。そうか、デスがいたね。そうなんです。ベリガンも弱い。あ、反対。ボスだったのに。装備はこのまんまでいいか。よし。ここまで来てしまいましたか。来ちゃいました。相変わらず鎌が鬱陶しい。 HP の方でも苦労してたもんね。くそ、こういう時に出ないんだよな。ボス戦になるとまあ出ないね。おかしいな。やっぱり焦ってるのかな。どこかで焦りがあるのかもね。お、新しい攻撃になった。足場があるから助かります。
さらに新しい攻撃、あまり見たことない人もいるのでは。負けるわ。セリフが飛び飛び。テトラがかなりいい感じ。キャッチする時の音が、まるで歯車がカチッとはまる時の音。多分一緒だね。嘘。倒しちゃった。そうか。月下のデスは弱いんだよな。ちょっとだけ残念だよね。今回はボタンも押してみるか。大したものはなかった気がしますけど。あら、このスイッチはまだ押してなかったわね。じゃあ行くよ。ポチッと。ありがとうございました。一瞬だけの起用。題してポチッとなが聞きたくて、花悪魔さんでした。そんなものが当たるはずがなかろう。いきなりなんなのそのキャラは。邪魔してくるなぁ。しょうがない。あちょ。期待を裏切らないスピリット。やっぱり。よしよし。やっぱりいいものはなかったね。素晴らしいアイテムなんですけどね。今回は全くいりませんでした。だから当たらないって。むしろここのバット地帯の方がきつい。今の回避はうまかったね。先にワープを解放しておきますよ。恒例の倍速。お、強いやつだけ狙ってくれた。今のスピリットは頭が良かったね。ここのエリアはほんと手抜きっぽいのか。ここなんか梅しかいません。なんでだろうね。インプでもいたらかなり厳しかったでしょうね。何遊んでるの。たまには遊びたくなります。さて、今回は短めですが、そろそろ終わりにしたいと思います。あら、早いわね。まあデスも倒しましたし、ここから空中墓地ですからね。いいタイミングでしょう。まあそうかも。ということで次回もお楽しみに。ノクターン。また見てくれると嬉しいな。ノクターン。